東進重建レスリング部所属の土性沙羅です。日頃松阪市の皆さんにはたくさんの応援をいただき誠にありがとうございます。松阪市が実施する宅配便リサイクルの広報を担当します。3月からご自宅に眠っている不要になったパソコンを宅急便で無料回収できるようになります。今回は特別企画として応援いただいている皆さんへのお礼も兼ねて直接私がご自宅まで回収に伺います。詳しい内容は松阪市の専用ホームページを用意してますのでそちらをご確認ください。これからも引き続きの応援をよろしくお願いします。